この回をもちまして三国志一休三ヶ月の長い旅すべて終了となりました。どうもありがとうございます。はい、この千秋楽という日を本当に迎えられて幸せでございます。私事なんですが、5ヶ月前ですかね、にやった新選組ロッケンロール、本当にここでやった、その舞台でですね、このバラシというかこの空間を全部片付けて、大道具をですねトラックで佐賀にですね届ける最中にちょっと高速道路でですね事故に巻き込まれてしまいまして、1時間半の放置とあと4リットルの内出血が死にかけまして、その時にですね本当に事故を派遣すごく遅れたんですけど、トラックの中でもう死んでもいいなって、本当にこの最高の瞬間を迎えた直後だったので、一切悲観することなくですね、足もどんどんしびれてきて感覚なくなっていく中、まあ、足がなくなってもパフォーマンスもできるし大丈夫だなってこう前向いて生きていくことができて、もうそれも全て本当にこうやって舞台で自分の出したいものを全て出し切れた後だったし、こうやって皆様に受け取っていただいて、皆様から温かい拍手でエネルギーをもらった結果だったなというふうに思ってます。もうね、ほんの事故はこりごりなんですけど本当にこうやってね、千秋楽を迎えて皆様にエネルギーを届けることができて、本当に僕は世界一幸せな人間だなと思っております。本当にありがとうございました。新選組のケロールと、引き続いて三国志イフがあったように僕たちの歴史は続いていきますので、また皆様とこうやって劇場でお会いできる日を楽しみにしております。またぜひユザシプロジェクトの舞台に元気をもらいに来ていただければと思います。さあ、そして、主演をキャストに一言ずつ、とあるキャストに、呼んで、一言いただいてるんですが、今日はなんと初舞台にしてヒロインを務めました歌姫会場にお越しくださった皆様、ありがとうございました。改めまして、普段は看護学生とそしてシンガーソングライターとして活動させていただいている葉月と言います。私は初めての演技と初めての立ち回り、そして初めての舞台歌唱を務めさせていただいて、もう最初は不安と期待と緊張で入り混じってたんですけれども、この座組のみんなとそして、会場にお越しくださった皆様のおかげで、この千秋楽をなんとか迎えることができました。本当にありがとうございます。そしてですね、私事なんですけれども、秀樹さんにですね、チケットを100枚売ったら、宣伝させてほしいとお願いをしまして、チケット100枚達成しましたので、ここで ありがとうございます。ここで告知させていただきたいんですけれども、今年の7月7日七夕に、私の誕生日なんですけれども、博多のキャマルシティの横でポンプラザホールというところで、人生初のワンマンライブを開催することが決定いたしました。この会場に入場される際に流れていた BGM が全て私のオリジナル曲だったんですけれども、この曲とオリジナル曲と今日歌った「ねぐや」を歌わせていただこうかなと思っておりますので、よかったら、歌聴きたいなって方いらっしゃれば、ぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。はい、ここで宣伝は以上になるんですけれども、次回作の東プロジェクトの舞台もぜひぜひまた足を運んで見に来ていただけると嬉しいなと思っております。本日はありがとうございました。それでは本日は誠にありがとうございました。時の文化から鉄砲へ、世界的社会
をしていたあのドラゴンボールの影響を出た全109冊の日本最古にして最強のファンタジー小説その名も乱走ザトミー発見伝。一人の悪女が支配する絶望の世界、それを打ち砕くには世界に散らばる8つの玉の力が必要だった。絶望に包まれる世界を神銀兵士神中皇帝温泉に隠れた禁断の恋、いろいこ浴び